そのなんか別になんか意味があるってわけじゃないんですけど、うん、僕毎朝バイト朝9時からやってて、うん、ホテルでバイトしてるんですけど、うん、その外装をやるんですよ。あ、これ毎朝、はい、雲に、あ、それ真ん中のボタンを押して、はい、雲、あのスパイダーが、はい、こうほうきを吐くとスパイダーがいるんですけど、はい、僕むうるさいってめっちゃ嫌いで、隣のものから、ああ、はい、ちょっとだけ音小さくしてもらいます。それでなんか朝雲って幸せになるっていうじゃないですか、うん、なんか朝からバイトするのすんごい嫌で眠いんですけど、なんか雲がいると天使だっていう言われてるから、すごいこう可愛いなって思うようになって、雲がいるとああ頑張ろうって思うから、うん、そのなんか幸せをくれるなと思って雲の気持ちというか、雲から人間に対して朝いてくれることがその幸せをあげようっていう思ってくれたらいいなと思って、うん、なんかそういう曲になったらいいなと思って、うん、初めて作るんだったら人に幸せをあげれるような曲がいいなと思ったんで、うん、この曲を作ったんですけど、うん、初めて人に聴かせました。ああそうなんだ、ありがとう。そんな感じですね。その曲の名前は何て言うんですか。あ、もうシンプルに朝雲っていう曲を名前をつけて作りました。緊張した。緊張するよね。次は僕もうこの他にもう一曲しかないんですけど、作ってるのが次の曲は、あの僕がこっちに来て一番仲がいい友達で、何でも話せるみたいな子なんですけど、そのちょっと心を病んでしまって、今日ちょうど田舎にお母さんと一緒に帰って行ってしまったんですよ。あ、そうなんだ。で戻ってくるって言ってるんですけど、すごい元気なんだけど、なんだろう、こう気を使いすぎていて、その心のままに入れないというか、だけど僕にはこうヒロミンはどんな時も元気ない時もヒロミンでいいんだよみたいに、私は好きだよって言ってくれる子だから、女の子、女の子です。女の子が好きな女の子です。ああ、またね、複雑だね、そのね。なんかその子に、僕何もできないからその子のためのなんか作りたいなと思って作った曲なんで、ちょっとこれが最後っていうことで聴いてもらっていいですかね、じゃあ。はい、お願いします。これ、本当に初めてやるの。いきます。Oh.
だってね、曲作り始めてね、まだね。そうだね。うん、1、2ヶ月ぐらい。ありがとうございます。いいえ、楽しみ。